サンドロ・トナーリは、イタリア・ローディ出身のサッカー選手。イタリア代表。ポジションは MF。セリエ AAC ・ミラン所属。ブレシアのユース出身で、2017年8月26日に17歳で、セリエ B のアベリーの戦で、プロデビューを果たすと、2018年4月28日には、サレルニターナ戦でプロ初得点を記録した。この2017から18シーズンは、 クラブは16位と低迷するも、自身はリーグ戦19試合に出場し、グランガラ・デルカルチョのセリエ B 最優秀若手選手賞を獲得した。翌2018から19シーズンはリーグ戦34試合に出場し、2年連続でセリエ B 最優秀若手選手賞を受賞。また、クラブもセリエ B 優勝とセリエ A 昇格を果たした。 19歳で迎えた2019から20シーズンは8月25日に行われた第1節のアウェーでのカリアリ戦で先発に名を連ねセリエ A デビューを飾ると10月26日の第9節ジェノア戦ではフリーキックを直接沈めセリエ A 初ゴールを記録した2020年9月9日 AC ミランに買取オプション付きのレンタル遺跡で加入することが発表された 背番号は彼の幼少期のアイドルであるジェンナーロガプーゾが着用していた8番。2021年7月8日 AC ミランに完全移籍し2026年までの契約を結んだことが発表された。2018年7月に U-19 イタリア代表の一員としてフィンランドで行われる UEFAU-19 欧州選手権に参戦。チームは 準優勝となり、自身もベストイレブンに選出される活躍を見せた。2019年3月21日には18歳で U-21 イタリア代表デビューを遂げると、同年6月にイタリアとサンマリノで行われる UEFAU-21 欧州選手権のメンバーに選出された。大会ではグループリーグ3試合のうち2試合で途中出場を果たしたが、 チームはスペインに及ばず、グループ2位となり、決勝トーナメント進出はならなかった。イタリアへ代表としては、2018年11月に行われる2試合のメンバーに、セリエ b のクラブの選手ながら選出され、初招集を受けた。この際には、出場機会は訪れなかったが、翌2019年10月15日、ファドゥーツの ラインパークスタディオンで行われた UEFA ユーロ2024戦のリヒテンシュタイン戦で74分からフェデリコ・ベルナルデスキに代わって出場し A 代表デビューを果たした。翌11月15日のゼニツアでのボスニア・ヘルゼゴビナ戦では初の先発及びフル出場で3から0の勝利を飾った。国際 A マッチ3試合0得点ありがとうございます。